青コーナーより吉井豊入場。さあ格闘モンスター吉井豊が自慢のボディで入場してまいります。赤コーナーより井上雅夫入場。さあまさにいぶし銀でありますこの男、タイの怪力井上雅夫が入ってまいります。よしえ、よしえ、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180cm 150kg よしえ、ゆたか、よしえ、赤コーナー180cm 160kg 井上マサオ。ほながのりよ、よしえ、沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組に行きます。ロープに振ってラリアット抱えます。ボディスラムで叩きつけます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。起こしてまいります。乾いた音が館内に響きます。足を殺してまいります。ロックアップ。さあまさに技の絵巻を見るような佇まいであります。蹴ってまいります。掴みます。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああなるほど。腕を回します。キックを打っていきます。足を狙ってまいります。バックに回ります。岩石落とし、バックドロップであります。気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ブレンバスターに取ります。蹴りを見舞ってまいります。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロープに逃れました。腕を取ります。腕を狙ってまいります。掴んだ。エルボーを入れていきます。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。掴んだ。逆に投げてまいります。
ギロチンを落とします。フロントからのキック、あっとエルボー、掴みます。タフな展開になるのでありましょうか。組み合います。コーナーに振った、いやらしい攻めを見せてまいります。起こします。フロントからのキック、肘を打ち込んでまいります。呼吸を整えています。キチンシンク胃袋攻めです。踏みつけてまいります。スタンディングを取らせます。エルボーでブロック、全身でぶちかましてまいります。逆エビ固めに移行してまいります。ロープにブレイクしました。行くのか、返してまいります。引き起こします。あっと返します。起こします。行くのか、逆に倒します。間を取っています。体を預けます。ボールを返します。あっとキャッチした。バックを取ります。逆に返します。リング上はキャメルクラッチの体勢です。コーナーに登ってダイビングギロチンドロップ、逆にバックに回った。バックを取り返す。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。担ぐか、エルボーで切り返す。トップロープを狙う、ダイビングしてるショルダー、引っこ抜きか、カナディアン状態かリバースで叩きつけた。そのままに捉えた、後頭部円陣、腕を狙っていった、ストンピングを叩き込む、抱えた、させません。キチンシンク、カウントが入る、トゥーカウント、10分経過、10ミニッツゴール、掴んだ、逆に蹴っていった、腰を落とす、打たせない、あっと逆に捉えた、あっと円錐切り、そのまま体固め。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね、もう気持ちだけですよ。アルゼンチンで担ぎ上げた、腕をフックした、あっとそのままショルダークラッシュ、抱き起こす。さあこれは逃れることができるのか、これは入ってますよ。あっとキャッチした、フロントから落としていった、いけるか、そのまま叩きつけていった、放っていくのか、トップロックからのギロチンドロップ、ガチッと組み合った、ロープに振った、担ぎ上げるのか、あっと耐えた、雄たけびを上げた、そのまま全体重を預けていった、トゥーカウント、まだ足りません、腰を落とす、バックフリップ強烈、体を預ける、カウント 2.98、 勝った、逆さを抑え込み、ロープに逃れました。蹴り上げていく、組み合った、ロープに飛ばした、逆に返した、いけるか、逆にロープに振った、いいの入りました、記憶が飛んだか、
頭を掴んで、そのまま腕を決めていった。全体重を浴びせたラリアット。15分経過、15ミニッツゴー。ガチッと組み合った。ロープに振ってストバックに突き刺さった。バックを取って外した。勝てるか。アルゼンチンだ。背骨が悲鳴を上げる。組み合った。コーナーに振った。青コーナーより石井智弘入場。さあ、ど真ん中を突き進むこの男、石井智弘が入場してまいります。赤コーナーより井上雅夫入場。運命のゴングが打ち鳴らされました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。膝を狙ってまいります。あっと、逆に捉えた。足攻めに転じます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。コーナーに振ってラフサッポーに転じます。起こしてまいります。エルボーを入れていきます。フロントからのキック、腕を取ります。腕を狙ってまいります。掴みます。させません。掴んだ。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことが
ある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。ハンマーを打ち込んでいきます。腕を捉えます。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。ブロックします。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。キックを打っていきます。さあ、山梨県が誇ります甲斐の怪力であります井上正雄。井上の代名詞、担ぐぞーのアピールから繰り出すアルゼンチンバックブリーカー。そのおなじみのサインが飛び出すとき、リングには井上山脈だ。ロープに振った、スリーパーホールドに入ります。抱えます。逆に投げてまいります。ガードします。ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、逆に倒します。ストンピングです。あっと、キャッチした。あっと、円錐切り。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を取ります。腕を殺してまいります。蹴ってまいります。呼吸を整えています。掴んだ、エルボー掴みます。キックで返します。掴みます。逆に返します。組み合います。倒してまいります。館内がどよめきます。あっと、判断晴れて攻撃。鉄拳を見舞います。乾いた音が館内に響きます。返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。コーナーに振った、いやらしい攻めを見せてまいります。踏みつけてまいります。小脇に抱えます。ハンマーを振りかざします。ストンピングです。カウントが入ります。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。あっと、エルボー、腰を落とします。エルボーでブロック、サイドを抱えます。さあ、バックドロップだ。行くのか。技をかけてもこうやって切り返しますからね。面白いですよね。本当にそうですね。スタンディングを取らせます。間を取っています。キチンシンク、胃袋攻めです。バックからスリーパーに入ります。腰を落とします。リバースで返します。起こします。気合を入れてまいります。バックドロップの体勢、うまく切り返した。ロープブレイクです。全体重を浴びせたラリアット、抱き起こすコブラクラッチの体勢。エルボーで切り返す。バックに回った、エルボーで返す。ラリアット、ものすごい。あっと、キャッチした。10分経過。エンジン切り、腕を決めていった。引き起こす、蹴っていった。いけるか。ロープに振って、首根っこを掴んだ。厳しい攻めを見せる。ストバックに突き刺さった。起こした、急に振りましたよ。首をかっ切ったか。立たせていく、ミリオンダラーバスター。起こした、コブラクラッチで叩きつけた。コブラクラッチに取った、ミリオンダラーバスター。強烈、
さあ渾身の力で締め上げる。完全に上がってますよ。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。すごい顔で打つ。組み合った、コーナーに振った、ラリアット。立たせていく、右腕に命を吹き込む。胸に抱かれました。腕を取った、腕折りか、掴んだ、ヘッドバット連打だ。抱き起こす、頭を掴んで、容赦のないヘッドバット攻撃。引き起こす、アーブロック、アーブロック。蹴り上げていく、ガチッと組み合った、逆に振り返して抜くのか、これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。起こした、アルゼンチンの尾根に。青コーナーより選手入場。さあ時は来た、機は熟した、夢をつかめ、今入ってまいります。赤コーナーより井上正雄入場。さあまさにいぶし銀であります、この男。今ゴングが鳴りました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。
両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。スリーパーで締め上げます。組みに行きます。グラウンドでの攻防に持っていきます。組み合います。コーナーに振ってエルボー、腕を捉えます。腕を殺してまいります。抱えます。ブレンバスター、肩をつけます。ロープに逃れました。あっと、エルボー、行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。レトロ調の技を繰り出してまいります。腕を取ります。腕を狙ってまいります。ロックアップ。さあ、山梨県が誇ります甲斐の怪力であります井上正雄、井上の代名詞担ぐぞーのアピールから繰り出すアルゼンチンバックブリーカー、そのおなじみのサインが飛び出すとき、リングには井上山脈だ。さあ、おなじみのポージングで館内も湧き上がります。逆にバックに回った、エルボーでブロック、組み合います。フライングメイヤー、背骨への攻撃であります。引き起こします。行くのか。ネックブリカードロップで落としてまいります。起こしてまいります。鉄拳を見舞います。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。起こします。エルボーで返します。コブラクラッチの体勢、エルボーを入れていきます。掴んだ、逆に投げてまいります。間を取っています。ラフ殺法に転じます。掴んだ、させません。掴みます。逆に返します。あっと、スクールボーイで丸める。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。スタンディングを取らせます。組みに行きます。切り返します。スタンディングを取らせます。コブラクラッチに取ります。ビリオンダーバスター、そのまま耐え固め、3つは入りません。このポーズ、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。引き起こす、ハンマーを落としていく、担ぐか。アルゼンチンの尾根に身を寄せました。蹴っていった、腕をフックした、読んでいます。まさに読み切り小説、肩が上がります。いけるか、コーナーに振った、ドロップキックが突き刺さる、キャメルクラッチの体勢だ。岩壁の母の胸に抱かれました。バックブレーカー敢行、組み合った、コーナーに振って、流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。10分経過、10ミリスコー、オブラクラッチで叩きつけた。
体を預ける。トゥーカウント、まだ足りません。一気にスパークするのか。あっとショルダー分際か。バックに回った、逆さ押さえ込みで丸める。ここが踏ん張るとこですね。そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。あっと逆に蹴っていった、ガチッと組み合った。あっと切り返した、見栄を切った、腕を狙っていった。あっとドロップキック、組み合った、対角線に飛ばした。ストッピング、抱き起こす、流れ込んでのラリアット。起こした、肩気味に入りましたよ。ブロック状況か、フィニッシュに持ち込むのか。ブランチャーいけるか。お気をつけください。フロントキック掴んだ、厳しい攻めを見せる。リングに戻ります。一気に行くのか。リングに戻ります。さあ出たぞ、サムズアップ。足を狙っていった、ガチッと組み合った、逆に返した。おなじみのサムズアップで何かを確信した。バックドロップ完工。カバーした、カウント2、返しました。顔面を捉えた、ガチッと組み合った、ネックブリーカー落としていった。青コーナーより C.W. アンダーソン入場。さあ、クロート好みのテクニシャン C.W. アンダーソンが入場してまいりました。赤コーナーより井上雅夫入場。
さあまさにいぶし銀でありますこの男、貝の怪力井上雅夫が入ってまいります。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は山田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。おなじみのポーズです。張ります、組み合います、倒してまいります、スリーパーで締め上げます。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。エルボーを入れていきます。鉄拳を見舞います。掴んだ、させません。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。張ってまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。組みに行きます。なんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ボディスラムで投げてまいります。逆に返します。ストマックを狙ってまいります。強烈に締め上げてまいります。ゼロワン外国人部隊にとってはもはや欠かせない存在であります。個性豊かなこのマットで実力を遺憾なく発揮。その存在はゼロワン日本陣営の悩みの種でもあります。行くのか、コーナーに振った、パンチで返します。小脇に抱えます。エルボーで返します。蹴りを見舞ってまいります。バット、キャッチした、パンチで返します。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。ドクジャがあばらを締め上げてまいります。あっと、逆に捉えた、させません。掴みます、パンチを打ち込んでまいります。カバーの体勢、肩が上がります。ロックアップ、逆に投げてまいります。ラフ殺法に転じます。ロックアップ、あと返します。ストンピングです。乾いた音が館内に響きます。全体重を浴びせたラリアット、打ち込んでまいります。腕を捉えます。切り返します。組みに行きます。ロープに振った、エルボー、相手を挑発してまいります。レッグロックに持っていった、腕を取ります。耐えます。キックを打っていきます。バックに回ります。ハンマーを振りかざします。行くのか、ネックブリーカードロップ、起こします。返してまいります。スタンディングを取らせます。バックドロップの体勢、さあバックドロップだ、引き起こします。組み合います。逆に返します。呼吸を整えています。蹴ってまいります。あっと、逆に丸めていった。技の仕掛け早いですね。
勝ちにいってますね。腕を回します。高々と抱え上げてから前に叩きつけます。起こしてまいります。空中戦を狙いそうだ。ハンマーを落としていく。エルボーを入れていく。掴んだ。させません。腕をフックした。あっとストバックの当たり。バックを取ってエルボーで返す。見栄を切った。頭を掴んで、あーいやらしい攻撃だ。強烈に入りましたよ。骨がきしも音すら聞こえてまいります。あっと切り返した。ガチッと組み合った。首がために持っていく。10分経過10秒経つ。惜しい。エビがためで抑え込んだ。ロープに逃れた。首根っこを掴んだ。ジャブが顔面を捉える。エルボードロップ強烈。強烈に締め上げる。ここでロープブレイク。ガードした。あとスクールボーイで丸める。ロープブレイク。担ぐか。担いだ担いだ。アルゼンチン岸壁の母の胸に抱かれました。組み合った。逆に返した。抑え込んで2カウント。あと逆に捉えた。あっと倒していった。起こした。バックに回った。あっとエビ固めで丸めていく。ロープブレイク。ロープブレイク。いけるか。コーナーに振った。重い逆水平だ。小包み固め。スモールパッケージ。ここは踏ん張りどこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。蹴っていった。カバーの体勢。スクールボーイで丸める。カウント2.89。耐えて抜くのか。打たせない。抱えた。あと逆に切り返した。カウント2.9。そうは簡単にはいかせません。ロープリフト。